元気ないんで5月19日木曜日エコーでなんとかしてます。エコーを使ってることによってなんとかなってる感じが、醸し出せるかなと思っております。はい、8時20時です。ガトリングラジオでございます。よろしくお願いします。うるさいですね、やめよう。いらねえ、エコーいらねえよ。叫ばないときにさ、エコーいらないだろ基本的に。なんかちょっといいこと言うときとかに使うやつでしょエコーって。なんでこれうるさいな、びっくりしたわ、びっくり。意外と、はい、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、源さん早い、源さん花火と拍手と拍手とお疲れいただきました、ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばん、あ、こんばん。ガトリングガチャガガ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 、ごめん、これエコーじゃないな絶対。すごい勢いで聞こえ、もうだからオープニングでふざけるとさ、すごい勢いで人が帰るわけよ。マジで本当に耐久性持ってと思って、すぐ割れちゃうのよみんな、パリーンっつってファミリーってなっちゃうからね。デニーさん、あー、これダメですね、これね、これ下ネタですね。またぬきさんは下ネタなんでちょっともう言わないでくださいね。皆さんこんばんみ。またぬきさんはだってもうただの下ネタだからね。ちょ、私の本名でちょっとあの下ネタっぽく喋るのやめてもらっていいですか。さあ、本日もまた、寝起きでございます。非常に眠いですね、普通に眠いんですけど、やばい。これなんで眠いかっていうとですね、昨日遊んでたんすよね。大好きさん、沖縄大好きさん、今ので私の iPhone のスピーカーが壊れた。え、何、私なんかやった、なんかやった、私何もしてないよ、私私何もしてないよ、やめろ、被害者だ私も、やめろ。で、なんだっけ、そう、昨日は仲良しメンバーと遊んでたんですよ。ハートメンバーって言うんですけどね。まあ一人ちょっとお産休をしているのでちょっと一人いなかったわけなんですけれども、まあ5名で遊びまくってたんですけど、普通に3時ぐらいからご飯食べに行って、だんだんみんな集まってくるみたいな、わかんない、このわかんないと思うんだけど、漫画のやつみたいな感じ、だんだんキャラクターが増えてて仲間になっていくみたいな感じで、人々がだんだん集まってくるみたいな、そういう感じで遊びに行ってたわけなんですけれども、5人ですね。いいな、うらやま、いいだろう、楽しかったぞ。どこに行ったと思いますか。スポッチャに行ったんですよ、ラウンドアのスポッチャに行ったんですよね。で、スポッチャに行ってもう4時間半ぐらい遊び散らかしてめっちゃ楽しかったんですけど、今めちゃくちゃ筋肉痛で、いつもだったらこっち FM ギヌは2階にあるんですけど、階段で上がってくるんですけど、階段で上がることが億劫すぎて、もうようわからん、なんか横歩きみたいになって、カニ歩き状態で階段上がることになるから、ちょっとエレベーターを使わせていただきましたけれども、本当に筋肉痛してましたね。いろんな一通り集め尽くしましたね。なんか3時間のパックとかもあったんだけど、まあ、3時間のパックでいいかなと思ったんだけど、フリータイムと200円ぐらいすか差がないから、なんかもうじゃあフリータイムで遊んでからさ、3時間半で出ましょうって言ったら4時間半遊んだんだよ。バカみたいに遊んだわ。でもなんか結構みんなフリーな時間を楽しみながらって感じで、みんながいなくなったりとか、あれ急どこ行った、どこに行ったんだみたいな感じで急にいなくなったりとかしてて、で私もめちゃくちゃなんか探されてたぐらいみんな自由行動だったっていうですけど、なんかちっちゃいボーリングとかあったりとかさ、一番楽しかったのが、あ、ちゃちゃまるこんばんは、ゲンさんどんだけ筋肉痛だよって言うんですけど、マジで本当に日常生活動かなさすぎて、動かないで酒ばっか飲んでるからさ、本当にさ体調が悪いんですよ。筋トレをね始めたんですけど、またやめました。もう元気がなさすぎてもうダメです、疲れてます。一応来月は4連休夢の4連休が取れるようにちょっとシフトをうまいこと組み合わせたので、ちょっと体を休めて余裕ができてからやろうかなと思います。ただ一応ですね、まあ、宣伝も兼ねてあれなんですけど、まあ、後半でまた言うんですけど、29日にライブがあるんですよ。なのでそれまでには少し痩せたいなみたいな気持ちはあるので、ちょっと夕飯を豆腐に変えるというですね、うわ怖っ、めっちゃ外にギャラリーいる、怖い。すごいガン見なんだけど、怖いな。私駐車場とかでさ、このなんかバックで止めるときにさ、誘導してくれる人がいたりするとすごい勢いでその人引くっていうことをよくやってるんですけど、見られてると緊張してですね、おかしな行動を起こすんですよ。私なんだっけ、パレットくもじの地下の駐車場で何度か青い妖精さん、青い警備員の方々をですね、なんかちょっと一回ぶつけたりとかしまくって
あっちもさ惹かれると思ってないからうわーみたいになるわけで、若い女子みたいな認識だからさ、まあ、若くないんだけどそんなにさ、そんなに若く、あーつら、まあ、もうみそじって30か、みそじなんですけど気持ち的には若いですね。あ、ごめんね武蔵さん、ちょっと待ってね、あの一応決まったんだけど、今の私のあの下りの話させて、私があのよく人にぶつけてるみたいな話を切り抜かれたら困るんだけどさ、犯罪者じゃないかみたいになるんですけど、違うよ、あっちあの人たちはすごい全然どかないの、おら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 ってやってんだけどさ、私だからそこに行きたいんだよみたいな、分かってんだよ私は、感覚分かってるから、運転うまいから私みたいな気持ちなんですけど、やっぱなんか女性ってなると、若い女性ってなると多分なんか手伝ってあげようみたいな、その優しさがね、あの火を吹くんでしょうけれどもね、そのせいで私何度か、あっ、あととととみたいなことをやっちゃってるんでね、すいません、優しくしてあげてください。ぶつける前に止めろよって言うんだけど、手でパンってやってくるわけ、ガンってやってくるから、もう私は寸止めしようとして、なんか分かる、威嚇みたいな感じ、どけみたいな、今から私そこに行くんだ、どけみたいな感じで、威嚇でちょっと近くまで来ると、ビビってパンってこう手でパンってやってくるから、一応まあぶつかったみたいな感じになるんですよ。でも違うんだよ、これ私だ、ぶつけようとしてるわけじゃないのにみたいな。デルさん、バイトかもしれないんで優しくしてください。そうですね、でもほら私も人に見られてるとあれするから優しくしてほしいなと思います。なんかカイト君、あの優しくしないでくださいみたいな、ぶつけますみたいな、どういうこと。ゲンさん、そうそう、なんておかゆと豆腐だとタンパク質取れていいよ。おかゆね、あんま好きじゃないんですよね、おかゆと豆腐大嫌いなんですよね私。あんま好きじゃないって言った後に大嫌いっていうのは何なのって感じですけど、私はあの基本的に小麦粉が好きなんで、最近リンガーハットとなんか花丸うどんとかにハマってますね。うどんがすごく好きなんで美味しいですよね。というわけで、7分経ちました。早いんだよ、もうめっちゃ早いんだよ、ね、どこだっけ、これこれこれ、はい、ちょいだ、これこれこれ、はいはい、これ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 、はい、ならタコス食いなよ、タコスも好きじゃないのよ。好き嫌い激しくない、私ウケるんだけど。怖いんだけど。そんな感じでございます。で、何の話しようとしたんだっけ。そうそう、まあ普通にスポッチャ行ってみんなでゴーカートに乗ったんだよ。めんどくせえなって言わないで、やめて、みんなのスピーカー壊しに行くよ、私今から大きい声出して、わかる。 あこんばんは、すいませんでした。柳原さん、アメザリ柳原さんみたいな人。柳原 T28、柳原さんにしますけど、こんばんは、こんばんは、待って待って、元気っぽく、あ、ちょ、元気ない感じで、徹夜や、徹夜なん、徹夜ってどこに書いてあるの、柳原徹夜ってこと、わからんもん、ごめんな、ごめんごめん、ちょっと元気出して喋るから、わかる、あの、こんばんは、こんばんは、はい、これで元気ですね。はい、元気でいいですか、はい、元気です。そうそう、で、あと、まあ、それで行ったわけなんですよね、スポッチャにね、めっちゃ楽しかったの、ゴーカートの。なんかね、マリオカートみたいに乗るんだけどさ、なんか、じゃあまあ、5人で行ったから、ちょっと5人は一気に走れませんって言われたから、まあ、2、3で分かれて走ったんだけどさ、めっちゃ普通にね、ぐんぐん走るわけよ。すごいと思って、あんまスピード出さないようにみたいな感じで言われたんだけど、これ悲しきことにね、ケツがさ、私、でかくてさ、あれなんか綺麗にフィットしてる、ただきついきついきついっていう状態で、ちゃんと奥まで座れない状況下で走ったから、私めっちゃ辛かった、悲しいなと思ったね。いやでもお尻の大きさとかさ、ほら外人さんとかも結構大きい方いらっしゃるからさ、外人の方もさ乗るという風にちょっとこううまいこと配慮してさ、ちょっともうちょっとさサイズ別なみたいなものを用意していただけたりしたら嬉しいですねと思いますけど、まあスポッチャまた行きたいなって感じですけれどもね、まあ普通にみんなで行ったの2回目なんですけど、うるさい、ゲンさん、今日は私は身を粉にしてみんなを笑わせようと頑張ってるんだから、ちょっと笑ってください、引かないでください、引かないでください。何回も言う。で、まあスポッチャ行って、その後、まあみんなでちょっとワイワイ遊び、なんか6時朝帰りしたん、結局もう知らぬ間に私寝てて、そうで6時に起きて、6時ぐらいに帰ってきたか、7時に帰ってきたんだ、7時に帰ってきて、で10時から仕事だったの。で10時から仕事行って、でさっき4時ぐらいかな、2回、まあ、普通に今遅刻してたんだけど、私寝坊したんだけどね、なんか11時から仕事したんだけど、
で4時に仕事終わって家帰ってきてちょっと何かを食べて寝たんですよ。で今に至るわけなんですけれども、いやもう今日今朝もさ遅刻したっていうか寝坊したからさ、そのなんか怖さがあってさビクビクしながらさ定期的に起きて時計見てみたいなのを繰り返したんだけれど、まあ、そんな日でした。なんで無理です。はい、でそう先ほどですね、あの武蔵さんが言っておりましたね。どこ行ったの武蔵さんのコメント。武蔵さん、カナダさん、カナダさんです。リスナーの皆さんこんばんは。生放送お疲れ様です。はい、お疲れ様でございます。リスナープレゼントの抽選って終わったのって言うんですけれどもね、実は終わりまして、待って待って、あのこれこれ、私がユニバに行った時にですね、なんかあれしたやつですね。もういいよ、みんなにあげる、みんなにあげる。はい、というわけで、カンミーさんと沖縄大好きさん、そして、武蔵さんにあげることにいたしました。おめでとうございます。何かしらですね、今日メモ帳持ってきたのでですね、何かしらこのメモをですね、うまいことをこう中にカンカンに入れてですね、FM ギノアに置いておきますので、よろしくお願い、取りに来てください。 FM ギノアに置いとくんで取りに来てください。もう一回言いますね、ちょっと元気っぽく言います。 FM ギノアに置いておりますので取りに来てください。さーい、さーい、自分でやるのかい。でよろしくお願いします。でカンミンさんはですね、ちょっ と, あのとどこにどこにお住まい、あの遠くにお住まい、おしおし遠くに遠くにお住まい言えない、遠くにお住まいなので私の方からですね、送りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そしてメール来ております。もうねサイドにいる人なんですけど、サイドにいる方からメールもらうって怖いですね。キャナタン、最近さリプランでさ名前しか呼ばれないからさ怖いね、何と思って。あでもありがとうございますと思って。ヨギシコだよ、婚活してるヨギシコらを、もう誰か分からなってるやんけ。久しぶりに外出た、仕事以外で笑い爆笑笑い、怖っ、ヨギシコらを、どうしたの、怖い、なんかフフフってなってる、怖っ。ちょっと笑ってさ、その後だんだんそれにつぼって自分でさ大笑いしてさ、ちょっと冷静になってちょっとフフッと笑うみたいな、そんな感じになってる、怖いですありがとうございます。え、目にかけていただいてありがとうございます。安定のカミカミをつ、うるさい、やめろ、これはもう意図して噛んでますからね私。武蔵さん、カナダさん、ありがとうございます。取りに伺います。はい、よろしくお願いします。今日 FM ギノアに置いとくんで、なんか今日以降だったらいつでもいいです。残ってたらちょっと悲しいんで、ちょっと私来るたびに毎週カンカンにカンカンへこませていくんで早く取ってくださいね怖え怖えよ。で、あの黒紫さんが黒がいいってことだったので黒をお渡ししようかなと思ったんですけど、一回開けてみたらですね、なんとですね黒いやつがですね、あのカンカンの蓋があれカタ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 ってなるようになっててですね、あのカタ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 ってなるので、ちょっとあのなんかで止めてくださいすいません、このカンカンのカタカタはちょっと私なんともできなくてですね、あの白いやつはですねちょっとへこんでたんですけれども、それふって奥から押したら治ったのでなんとかなったんですけど、ちょっとカタ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 っていう蓋がカタカタカタっていうのはちょっと直せなかったので、ちょっと頑張ってください。沖縄大好きさんだったら多分直せると思います、私信用してるので。はい、よろしくお願いします。というわけでリスナープレゼントのお話でございました。というわけで、一回ですね CM 挟みたいと思います。うわ30分番組ってほんとあっという間だよね。はい、というわけで CM 行きまーす。手が届かん。お知らせがございます。ガトリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや大募集しております。スポンサーになってくださった暁には毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね。よ
ければツイッターもフォローしてね。よろしく。ガトリングラジオでございます。後半戦いきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、声が出ないですね本当に。で、宣伝もしたいんだけども、まあ宣伝はあれか、エンディング曲の時でいいかな。はい、今のは聞かなかったことにしてください。よろしくお願いします。で、今日何の話しようかなと思ったんですけど、一応3本立てっていう感じの流れになっちゃってるんですけどね。前髪をってか、髪型を切りましたってないよね。髪の毛を切りました。なんかやっぱショートの方が好きだなと思ったのでショートにしました。苦しい、死んじゃう、死んじゃうよ。で、なんかショートにして、なんかウルフにしていこうかなって思っております。あー、お茶、ハート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 さん、ありがとうございます。お茶をいただきました。ただ飲むものがなくてですね。ショートのかなちゃん、かわいい、ありがとう。ゲンさん、ありがとう。あ、ごめんね、エコーつかんかった。待って待って、もう一回やらせて。エコー、はい、ありがとう。雑だな、びっくりするぐらい雑。 でもほら、キャラ編というか、その無理しないキャラにしたんです。もうだって日常で無理してるから、ラジオでも無理しないようにしようと思って、ガトリングラジオって名前つけたけど、そんなにしっかり喋ってない感じがするんですけど、まったりとした、言うたらマグナムみたいなぐらい。マグナムでいいのかな、マグナムみたいに威力ないんだけど大丈夫かな。まあそんな感じでございまして、で、そう、髪の毛切ったんですよね。ウルフ見たいです。ありがとう、チャチャマル。でもチャチャマルもウルフだからね。私ちょっとパクった感じあるんですよ。チャチャマルのパクりました。すいません、お疲れ様です。あ、チャチャマル、ヨギシコさんが来てるよ。ヨギさんが来てるよ。チャチャマル、よろしくって言っといてね。はい、というわけで、なんか暑いですけど、なんかほら、目が合った瞬間にふわーってなって、ギャラリーって初めてなんですよ。初めてなんです。え、なんで聞こえてないんですか。マジで聞こえてないんですか。あ、何？電話？電話？電話？あ、電話はできない。何？電話できない。ねえ、じゃ電話じゃないんかい、これ。これ何やろ。もう、カーラジオ聞いてる人何のことだか全然わからんやし。こう、電話ってあるじゃないですか。親指と小指でね。うってやって。だから聞こえないのかなと思ったわけ。ギャラリーの人がね。そしたらなんかこれを振り始めたから、着信かなって思ったんだけど、そしたらまた後ろの方がですね、両手でそれをやり始めたから、ただのレゲエだったって。あー、ちょちょもいる。やだー、ちょちょもかなさんに会いたいですって言って。でもまあ、この前会ったよ、大阪で。会ったじゃないですか。普通に遊びに行きたいですね、今度はね。はい、って感じで、あの、なんだっけ、もう今日何の話をしたのか忘れたんだけど、あ、でも時間もあれなんだよ。あの、コーナーあるから、ほら、コーナーあるから、コーナーあるから、何回言うねん。コーナーがですね、今日は短めのコーナーでございます。まあ、いつも短めなんですけど、今日はですね、ちょっとまた違うものを作ってきたので、よろしくお願いします。はい、もうなんかちょっと疲れてて、あんま喋りたくないんですけど。あ、喋りたくない。はい、というわけでコーナー行きたいと思います。私の代わりにこの人が喋ってくれます。よろしくお願いします。さあ、みんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。ありがとう、喋ってくれてありがとうございます。はい、というわけでですね、このコーナーはですね、綿抜きがスポンサーさんに媚びを売る時間帯でございます。本日も感謝を込めて、いきたいと思います。サクッと作ったですね、先ほど起きてぼーっとしながら作った時のやつなので拙いんですけれども、あの、俳句を考えてきました。拍手ありがとう。こわ、ちょっと五七五七七のね、これが俳句なのかちょっとわかんないんですけど、なんか川柳とか言ったりとかいろいろあるじゃないですか。ただ私はなんだかよくわからないんですけど、一応五七五七七で、ちょっと今日はですね、このラジオのスポンサーのですね、まあ、個人的なスポンサーをやってくれた人が外にいるんですけれども、このラジオのスポンサーの、源さんにですね、ちょっとお送りしたいなと思います。ちょっと感謝を込めてちょっと喋りたいと思いますので、ちょっと深く聞いていただける、深く聞くって何で、俺もよろしくお願いします。はい、行きます。綿抜きの遠隔お世話手慣れてる、ベリーカインドマジサンキュー。どうですか、
ちょっといいじゃないですか、和風なと洋風が組み合わさってる感じ。カインドってわかります？ベリー優しいってことね、超優しいってこと。ちなみにですね、なぜこれにしたか、遠隔お世話っていうのはですねテレさん正座して聞いてくれありがとうございます。これなんでこれをサクッと作ったかっていうと、あ感謝してみようと思って、なんか遠隔お世話っていうのがちょっと面白かったんですけど、今日はツイッターでガトリングラジオの告知をしなかったんですよ、眠すぎて。まあ、昨日のことがあったようにですね、非常にですね眠すぎて記憶がなくなってたので何もしてなかったんですよ。そしたらゲンさんからダイレクトメッセージ届いて、大丈夫みたいな、なんか今日何本立てなのみたいに言われて、隠語みたいな感じですけど遠隔お世話、その遠隔お世話に関してのめっちゃ優しくてありがとうございますって意味合いの噛み砕かせないで、私にこんな説明するもんじゃないでしょ、一句って。なんかそんな説明とかされたらちょっとやるじゃないですか。一応ちょっとサクッとですねもう一個作ってみたんですよ。さっきのよりはちょっとあんま力作じゃないんですけど、まあ、さっきの別に力作じゃないんだけど、さっきのより劣るから別に告知しなくていいと思うんだけど、これいくね。ゲンさんの優しさめっさ響いてる、綿抜きとても嬉しいぴょん、これどうですか。これいいじゃないですか。これもいいと思います。はい、というわけでですね、ちょっと待ってダメですか、嬉しいぴょんっていいだろ。主語とかなんか季語とか、主語って何やねん、主語はもうベリーカインドでいいと思います。ね、あれそう、エンディング曲をちょっと調べないといけないんですけど、まあいいんじゃないですか、季語とか入ってなくて綿抜き仕様でいいと思います。でこれ携帯撮ってるわけじゃなくてですね、エンディング曲決めてなかったんですよね。何にしようかな、 CM の間に決めとけって話なんだけど、あ、これにしよう、暗き前流します。雑だな今日のラジオ、ごめんなさいね本当にね、まあ、いつもなんですけど、では、暗き前で、トゲツキを君思うですね、思うですけど、お聞きください。絶対ここでなんか下げるべきじゃないと思うんですけど、時間がないからちょっとここでやらせていただきますけどね。はい、ファイトありがとうございます。これなんて読むんですか、カイザーさんありがとうございます。ありがとうございます、今週もありがとうございます。沖縄大好きさんいつも通りやめれー。はい、というわけでですね、告知がございます。久しぶりです、何かしらの告知をするのは。マジで普通の綿貫かなになり下がってたので、まあ、なり下がるっていうか別にそんな綿貫かなそんな下じゃないんですけどね、結構上目の人間なんでよろしく。ですね、アニプもごめんなさい、もうごめんなさい、ごめんなさい、アニプラグトっていうですね、アニソンライブに、出場することにしました。出演することに、なんか私戦うんか出演することになりました。今月の29日ですね、5月29日日曜日、1時半会場の2時あごめん1時半会場の2時スタートでございます。1000円とワンドリンク代がうまいことあって1500円ってことなのかな。あ、初見です、ありがとうございます。カイザーさん初見です、ありがとうございます。そうなんですよ、綿貫かなでございます。ちなみに全部ひらがななんですよ出場でもワンチャン合ってる、ゲンさん出場が、ワンチャンか。これですね、サウンズグッドさんでですね、那覇市、牧師 2-17-3 の地下1階で、はい、サウンズグッドさんでですね、私アニソンライブに出ることになりました。3曲歌うんですけれども、まあ、順番がまだ決まってなくてですね、私どこでやるのか分かんないですけど、どこでっていうのサウンズグッドでやるんだけど、何番目にやるか分かんないので、ちょっと何時頃に出るっていうのはちょっとうまく言えないんですけれども、もうすでに音合わせも終わりまして、3曲分音合わせして、私だけ言っちゃおうかな、私みんななんか何の曲歌うとか言ってないんですけど、一応アコギのイベントなのでカラオケ音源とかではなくて、アコギでその主催の大兄さんって方がですね弾いてくれて、で
生で弾いてくれて、それで合わせて歌うみたいな感じなんですけど、まああと1分しかないので噛み砕かないで話しますけれども、タイプワイルド、タイプワイルドって曲とポケモンのね、あと真っ赤な誓い、これは福山さんですねのと、はい、そして3曲目が、学園黙示録のあのスクールオブザデッドっていう曲を、でこのスクールオブザデッドが初めて聞くって第二さんに言われたから、音が間に合わなかったら微笑みの爆弾になると思いますというわけで、3曲歌いたいと思いますので、よかったら皆様連絡して、来てくれると嬉しいです。そう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 、ケンニーさんのところタイプワイルド、そうなんですよ。というわけで待て待て、あと15秒しかないから、はい、というわけで、今週もありがとうございました、ガトリングラジオ。はい、はい、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。何これ雑すぎ。ありがとうございました。ありました。皆さん、今週もお疲れありがとうございます。めちゃくちゃツイートするの忘れてたのでありがとうございます。テレさんお疲れ様でした。ありがとうございます。沖縄です。さん、懐かしきタイプワールド。そう、いつの間にかってタイプワン。少しずつだけどタイプワールド。どういうことみたいな感じだけど。いやー、いい曲ですね。なんかアコギでやるから、アコギの時にさ、なんか何これ、何これ、ペー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 って吹くやつ、なんか忘れたけどさ、なんかみんなクニ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 首にさ、なんか下げてから、なんかピューピューピロピロってなんか。ハーモニカ。ハーモニカ、そうそうそう。そのハーモニカ。ハーモニカも言えんのか。ハーモニカ知らないんだ私。リコーダーしか知らない世界線でいるんですよ。だからハーモニカ首に下げてこうドゥルル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 って言って、その後アコギ入るからうわーってなるんですけど、楽しかったですね。あのカラオケハウスでカラオケバンバンでですね、あの音合わせしたんですけど、すごい楽しかったですね。作曲ただ真っ赤な誓いがなんかもうコーラスとかもなんかいろいろやってくれてて、そう、うん、ありがとう時差ハーモニカありがとう。ゲンさん、タイプワールドってあれだよね、そうそう、アクタイプ出すって伏線だったけど、あ、そうなんだ、なるほどね、8歳。じゃあハーモニカ知ってんだけど、ハーモニカを言わない世界線にいるから、最近さ物忘れが激しくてからさ、あの全部あれって言っちゃう、あのあれ、あのあれ、あれなんだ、あれあれっすよとかすごい言っちゃうから。じゃあサンタモニカは、サンタモニカ、サンタの朝なんでもないサトシの朝は、皆さんハーモニカ別にサトシ吹いてないやろ、エアロが別にもう。サンタモニカってなんですか。サンタモニカは都市の名前。ん？都市の名前。都市の名前なんですね。名字は誰ですか。何都市だ。何都市なんですか。え？だからサンタモニカ。あ、都市なんだ。都市の話。あ、何がよくわかんない。サンタモーニング。そう、サンタモーニング。サンタの朝ですね。やめて、違うから。普通に素で喋ってるっていうか、なんか気が抜けすぎてて、なんかあれです。アニボクも最近あのあれあれってずっとほらすぐすぐ言う、これあのお客さんと喋ってる時に私、あでもあれですよね、なんか今回あのなんだっけ、あれ、あ待って待って待って、あれあれですよってすごい言って、お客さんの戸惑ってる顔をよく見てるんですけど、あの気をつけないといけないなってちょっと思いました。あれは頭働かせなさすぎてちょっとおかしくなってるかもしれないですけど、で怖いんですけど、7月の14日が私誕生日なんですけど、木曜日なのでこのラジオ被るんですけど、まあ、だからリアル誕生日ではアニバコ出勤しないと思うんですけど、アニバコっていう私 あのアニソンバーで働いてるんですけど、また1分しかないんでちょっとまとめて話すんですけど、生誕祭とかがあるんですよね。これでわたねかなてがカナコリアの生誕祭みたいな感じになった時に、なんか、あれなんですよ、なんか誕生日ですってやった時にさ、イベントですってやってから誰も来なかったらどうしようかな、怖くてですね、あのプルプルしながらそれをストレスに抱えているんですね7月14日、7の倍数、覚えやすい、そうそうそう、みんなに言ってる、7の2倍は14日、そう、私の誕生日ですみたいな感じで教えてるんですけれども、皆様よかったら、はい、あのアニバコに来てくださいお願いします、せめて行きたいみたいなコメントしてください、もうせめて行きたいけど行けないねみたいなコメントしてください、切なくなっちゃう。というわけで、あと8秒でございます、今週もありがとうございました、来週もまたよろしくお願いします、寝まーす。お疲れ様でーす。さよならー。